松井県吉5月10日から1905年5月27日は日本の海軍軍人。日本海海戦において戦死した第一艦隊第一、戦隊参謀である。最終階級は海軍中佐。松井の恩人であった武流外吉は三河沖海戦。日本海海戦を戦った石川県金沢市に生まれる。15歳で同郷の海軍将校。 ウリ外基地を頼り上京し、海軍兵学校に入校し15期生として卒業した。同期に岡田圭介、宝部兵、小栗高三郎などがいる。日清戦争に出生後、海軍大学校商工科学生を卒業。出雲開港委員となり、帰国後道館の法術長となる。松井は長男に出雲と名付けた。1902年3月、 常備艦隊参謀に補いされ、ついで、四季島法術長、軍令部第一局員を歴任した。1903年10月、第二艦隊、第二戦隊参謀となり、日露戦争の開戦を迎える。なお松井は、秋山正幸、八代六郎らと共に、大路葬沖海戦派の一員であった。またうりゅう外吉は、陸軍部隊の上陸を援護すると共に、 ロシア太平洋艦隊の攻撃を行い、二川沖海戦に勝利を収めたが、松井は恩人でもあるウリウを補佐したのである。1905年1月、中佐に進級し、日本海軍の戦艦部隊を構成する第一戦隊の千人参謀に転じた。連合艦隊はバルチック艦隊の進路に迷い、参謀艦では進路を津島沖とするものと、 津軽海峡とするもので論争があったが、松井は強行に津島沖を主張した。松井の予想通り、連合艦隊とバルチック艦隊は津島沖で戦闘となり、日本海海戦は日本の勝利に終わる。しかし松井は戦隊機関、日清艦上において戦死した。妻と7歳、4歳の男子が残された。海軍兵学校出身者戦死者。 香る影618ページ、日露戦士名誉列伝、松井健吉君、ん、官報第4402号、除人及び、事例1898年3月9日、官報第6583号、除人及び、事例1905年6月12日、ありがとうございます。